会いできて僕嬉しいです。ゲームデータをロードしますか？Hit!
申し訳ございません。なるほど。え？申し訳ございません。あの。リビラ、冒険者たちが作った町。なんですかこれ。高い、高すぎません。このボロいバッグが2万パリスなんて。郊外もいいところです。ここ、宿もバカみたいに高いのよ。だから私たちは森でキャンプしてるってわけ。なるほど。なんだおめえ。すみません。ん？お前見たことあるぞ。さてはリトルルーキーだな。まあ。おい、てめえ、どんな手を使ってこんな短期間でランクアップしやがった。いや、僕は何も。お前みたいなキャロイガキがレベル2になれるほど冒険者家業は甘くねえんだよ。おい、どんな手を使った。吐きやがれ。そうは言われても。どうかした？元気？アルゴの男の知り合い？どこからどう見ても揉め事でしょう。ロキファミリア。くそ。何よあれ。すみません、ご迷惑おかけして。別にいいわよ。それよりもアルゴナータ君、一緒に買い物しよう。こらー、僕のベル君に何ちょっかいを出そうとしてるんだ。うわ、女神様。ベル君、ベル君、どうだいこれ、いい香りだろ。はい、香水を買ったんですね。こんなぼったくりタウンでそんな買い物、経済観念がなさすぎです。うわ、サポーター君だってそのバックパックを買ったじゃないか。地上に戻るために仕方なく
さ、リリの買い物は通して、ベスティア様の買い物は浪費です。というわけでベル様、地上に戻るために必要な買い物は、すべてこのリリにお任せください。お願いね、リリー。はい、任されました。まったくサポーター君は乙女のたしなみってやつを分かってないから困るよ。あ、そういえば神様。ん？なんだい？昨日から雰囲気が少し違うように感じるんですけど。ああ、それは真意を抑えてるから。真意って神様の意向みたいなものですよね。どうして抑える必要があるんですか？バレたらまずいからだよ。誰にですか？そんなことよりもベル君、向こうにアクセサリーの店があったんだよ。僕のために見繕ってくれないかい？任せとけ。見ててください。投げないでください。びっくりしました。すみません、誰かに尾行されていたのかと。尾行じゃなくて散歩をしていただけです。それに尾行されたくらいでナイフを投げるのは。神ヘルメスから私の話を聞いていないんですか？ヘルメス様から？いえ、何も。本当ですか？はい。なるほど、ただの偶然でしたか。それに確かにあなたがそんなことをするはずもない。あ、遅くなっちゃいましたけど、ありがとうございました。気にしないでください。私は遠からずここに足を運ぶ予定だったので。ここ18階層にですか？ここまで来てしまえばもう隠し立てする必要もありませんね。18階層には私が所属していたファミリアの墓があります。え？私の素性を知る者が現れたなら、いずれあなたにも知れるでしょう。自らの口で話せなかったことを後悔したくはない。身勝手ですが聞いてもらえますか？
はい。私はギルドのブラックリストに載っています。え？冒険者の地位も剥奪されています。一時は賞金もかけられていました。どうして？仲間は敵対していたファミリアにダンジョンで罠にはめられ全滅。遺体を回収することさえできませんでした。生き残った私は仲間を失った支援から敵であるファミリアに一人で仇討ちしました。一人で？あれはもう正義ですらなかった。復讐に突き動かされた私は敵対ファミリアに組みする者、関係を持った者、疑わしき者全てに襲いかかった。闇討ち、奇襲、罠、手段を厭わずに。そして私は力尽きました。全ての者に報復した後、誰もいない暗い路地裏で血に濡れて汚泥にまみれ、愚かな行いをした者にはふさわしい末路だった。温かい手が汚れ切った私の手を握ってくれた。しつこいおせっかいを何度も焼かれ、私は生の道に連れ戻されてしまった。耳を汚す話をしてしまってすみません。そんな。クラネルさん、よければ仲間に花を手向けてあげてくれませんか。きっと仲間も喜ぶ。はい、わかりました。アイズさん、もう行くんですか？うん、先に出るパーティーに組み込まれたから。あの、気をつけてください。君も気をつけて。はい。神様、そろそろ帰る支度を。あれ、いない。リトルルーキー、女神を預かった。
無事に返してほしかったら一人で中央寺の真東一本水晶まで来い。トルルーキあなたは町で会った。神様はどこにいるんですか？お前んところの女神様は無事だ。俺も神を傷つけるような罰当たりじゃねえ。じゃあ僕に用があるんですね。安心しろ、こいつらには手を出させねえ。これからやるのは俺とてめえの一騎打ち。決闘。そうさ、単純だろ。勝ったやつは負け犬に一つ好きな命令ができる。俺が勝ったらお前の装備品を身ぐるみ剥いでやる。僕が勝ったら神様を返してください。ああいいぜ。ただ勘違いするんじゃねえぞ、クソガキ。これはてめえをなぶり殺しにするショーだ。すげえ、本当に見えねえ。なんだあのマジックアイテム。やれモルド、生意気なルーキーの花火柱を割ってやれ。それそれ、どうしたリトルルーキー。本当に良かったんですか、ヘルメス様。え、何がだい。ベルクラネルを自分の目で見極めたい、そうおっしゃっていましたが、ハデスヘッドをあんな冒険者に預けて怒りうるのは。そうだな、悪意あるショーだ。そんなものを見るためにわざわざ男女をね。本当は回想主あたりと戦うところを期待していたんだが、さすがにそううまくはいかないな。ベルクラネルに恨みでもあるのですか。まさか、あえて言うなら俺なりの愛かな。こんな悪趣味な愛情表現、たまったものではありません。厳しいな。でもベル君は人間の綺麗じゃない部分を知らなさすぎる。悪趣味でも何でも知ってほしかったのさ、彼に人の一面を。もしここで彼の牙が折れてしまえば。器じゃなかったってことだな。おい、また避けたぞ。いや、避けたんだよな。知らねえよ。俺たちにはモルドの姿が見えねえんだからよ。てめえ、見えてんのか。してください。
そぎゃ気がやめるんだ。神様、剣を引きなさい。神様、これってベル君、ベル君、ベル君。神様、ごめんよ、僕のせいでこんな目に遭わせてしまって。いえ、もともとは神様を守れなかった僕のせいですし。大丈夫か、ベル。ご事情はわかりますが、お一人で行ってしまわないでください。二人が神様を助け出してくれたの。リリが変身魔法でアルミラージュになって、ヘスティア様が無駄遣いをして買った香水の匂いをたどったんです。ミコト君たちも悪かったね、迷惑をかけてしまった。いえ、自分たちは大丈夫です。君もありがとう。いえ、ともかくこれで。ダンジョンが震えてるのか。これは嫌な揺れだ。水晶が割れて明かりが。おい、上を見ろ、中央の水晶だ。何かが、大きい何かが動いています。モンスター。ありえません、ここはセーフティーポイントです。おいおい、まさか僕のせいだって言うのかよ。え、神様の。たったあれっぽっちの真意で、冗談だろ。アイズさん、新しい章へ行きましょう。いや、ヘスティアのせいじゃない。ヘルメス様、これはどういうことです。ダンジョンは憎んでいるのさ。こんなところに閉じ込めている俺たちをね。ウラス、祈祷はどうした。こんな話聞いていないぞ。アスフィ、リビラの町へ行って応援を呼んでこい。まさか、あれと戦うんですか。タイロはもう立たれている。俺たちを逃がすつもりはなさそうだ。
助かったぜ。チキショウめ。なかなかやるじゃねえか。ふざけんな！ふざけんな！チキショウめ。ベル、クラネルさん。信じてるよ、君は。
あのモンスターは多分僕を、いや、神たちを抹殺するために送られてきた刺客だ。え、それってどういう…今の声、さっきの人たち。待ちなさい。ど、本当に助けに行くつもりですか、このパーティー。助けましょう。あなたはパーティーのリーダー失格だ。だが、まったくもう。まあ、それがベルだからな。ごめんみんな、ありがとう。行こう。
ールス、ボールスはいますか？おい、アンドロメダ、あれは何だ？町の冒険者とありったけの武器を集めなさい。あの改装主を討伐します。バカ言うな、あれはただの改装主や。タイロはすでに断たれました。私たちは事実上この階層から脱出不可能です。あれを倒さない限りここから抜け出すことはできないでしょう。畜生め、てめえら、あの化け物と一戦やるぞ。という次元ではない。かすり傷も残せないのか。早く離脱しなさい。硬い、それに動作も速い。やはり通常の改装主とは違う。ポテンシャルはレベル5に届く。リオン、援軍です。今から町の魔導士たちが詠唱に入ります。あなたはこのままゴライアスの注意を引きつけておいてください。わかりました。では私とあなたで敵の意識を分散させましょう。え、いや、まどうしてめえら、アンドロメダがおとりになるから心置きなく詠唱を始めろ。ウォールス、後で覚えてらっしゃい。前衛引け、とんでもねえのぶち込むぞ。よっしゃ、全身ボロボロになっちゃ何もできねえだろ。蹴りをつけるぞてめえら、畳みかけろ。デューさん、ライアスの傷が、嘘だろ、落ちた顎が元通りに。自己再生、まさか魔力を燃焼させて銃を。ふざけんな、どんな力技だする。来る、引きなさい。くそったりが。クラナルさん、あなたは周囲のモンスターを。リュウさんはアンドロメダと共にゴライアスを抑えます。でもこのまま蹂躙されるわけにはいきません。時間を稼ぐと動ける魔導士がもう一度魔法を放てます。それでもダメならもう一度倒すまで何度でも。リュウさん、ご武運を。でも、やるしかない。
悩んでる暇はない。ベル様、ベル様、リリー、来ちゃダメだ。これを使ってください。これは武器、まだ武器として加工されていませんが、高度、切れ味、破壊力、どれも一級品の武器に劣りません。おそらくドロップの元は深層域のモンスター。ありがとう、リリー、下がってて。はい。見ててください。もし英雄と呼ばれる資格があるとするならば、剣を取ったものではなく、盾をかざしたものでもなく、癒しをもたらしたものでもない、己を賭したものこそが英雄と呼ばれるのだ。仲間を守れ、女を救え、己をかけろ。折れても構わん、くじけてもよい。お願いを貫き、思いを叫ぶのだ。それが一番格好のいい尾の子だ。あの人に恥じないように、処刑を燃やせ。何よりも大切な仲間たちを救うために、願いを吠えろ。圧倒的な力の不条理、そのたった一つのちっぽけな力に逆らう、すなわち英雄の一撃。消し飛ばし、エスティア様。ああ、もう動けないや。ベル！ベル様！ベル君！ああ、見たぞ。このヘルメスがしかと見たぞ。素質がない、器ではない。バカを言うな、ゼウス。あなたの孫は、置き土産は本物だ。あなたのファミリアが残したラストヒーローだ。動く、動くぞ、時代が動く。これほど英雄の器が一つの地に揃ったことが、ブレイバー、フィン・ディムナ、ナイン・ヘル、リベリア・リオス・アールム、王者、オッタル、剣気、アイズ・バレンシュタイン。これだけの英雄の器が揃いながら、
何も起きないはずがない。必ずや見届けよう。歴史に名を刻むだろう大事を、英雄たちの行く末を、親愛なる彼らが紡ぐ眷属の物語、ファミリアミースを。ベル君、18階層では大変だったみたいだね。何を笑ってるの？私本当に心配したんだからね。もう冒険者ってどうしてこう冒険しちゃうのかな。え、今日呼んだ理由？そうそう、ストーリーモードを全部クリアした。エクストラモードが解放されました。エクストラモードでは特別なダンジョン、エクストラダンジョンにチャレンジできるんだよ。エクストラダンジョンのクエストをクリアするとお出かけポイントが手に入るの。お出かけポイントを使うことでいろんな人とお出かけができるんだ。どんなお出かけになるかは試してからのお楽しみ。あとはお楽しみなイベントに出会えるコーナーエンドクエストも用意されてるんだ。どんなお楽しみかはまだ秘密。あとベル君とバレンシュタイン氏でキャラクターチェンジもできるの。武器やアイテムの相互交換はできないけど、ベル君、バレンシュタイン氏でお出かけできる人、見られるお楽しみイベントが変わるから、いろいろ挑戦してみて。それじゃあベル君、頑張ってね。